皆さんこんにちは、電波組インク古川みりんです。今週の電波の神々はなんと古川みりんインタビュースペシャル。みんなの入りの1時間前にもいるすごい、ぶっちゃけると本当に浦島状態というか、すごいね、こうなんとなくの今までの私の電波組インクの相関図ってやっぱあるわけじゃないですか。なんかそれが結構ガラッと変わってて悩んだんですよね。どういう感じでいればいいのかみたいな、なんかみんなの精神衛生上いいのかみたいな、なんかいろいろあったんですよ。そもそもみりんちゃんが参加するのかしないのかみたいなところで、ツアーの発表の前の日とかかな、なんかまあまあお別れだと思うんですけれども、そんなにこと細かに綿密に全てが計算されている電波組インクではないのでアイドルそのものがなんかもうって感じじゃないですか今って。正直もう見飽きてるし、もう戦国時代のさらにその先のなんかもう誰も倒れてるみたいな状態だなって私は正直思っていて、なんか早いってやっぱ回るっていうじゃないですか。やっぱ何があって多い時もやっぱ少ない時もあるから、日本についてとか、まあまあ復帰することについてなどの心境をロングインタビューでお届けしますので、ぜひ見てみてください。電波の神々。